はい、でも今日ペイちゃんです。さあこういうことやっていきましょうということで、今回ですけども来ましたね、チップショップ更新。いや、時間差できたね。結構気になってる人多いんじゃないですかね、これ。今回追加された金車がカートロケットフォックス。なんか、パッと見ね、リミットみたいな見た目の車っすね。で、サボテン。そのままだな。で、下になんか英語が書いてあるね。サムタイムズ、なんちゃらかんちゃらと。まあ、日本語に訳すと、私はサボテンです。みんなよろしくね、と、書いてありますね。そして、金獣がね、SACL ですね。これも英語で、フェンギュヤンロングピオニアエディション、うん、まあ、これも日本語に直すと、そうだね、黒いライオンの、プレミアムエディションっていう感じですね、おそらく。まあ一応ね、進化は撃破カウンターまでなんですけど、まあ何があるかわかんないんでね、一応、最終まで今回やっていこうかなと思います。ということで、ちょっとまずはこのね、新しく追加された3つを交換していきましょう。なかなかね、このピース使う機会がね、なんだかんだないから、結構溜まってくんだよね。ガチャとかでさ。はい。ということで、これ、まずこれだね。これ普通にさ、なんか、良さそうな雰囲気は出てる。うん。パッと見早そう。そして SACR ですね。これは、ブルーチップなんだ。ブルーチップ優しいね。ありがとうございます。ブルーチップって金獣。いいね。はい。そしてサボテンまで行っちゃうよ、今回。これ、これも行っちゃいます。はい。まあ、ということで、ちょっとまずは、そうだね。カートの性能を見てみようか。グラフがこんな感じっすね。なんか、形に似てるリミットと、比較してみましょう。どうだろうね。あー、なるほど。なんか、ほぼリミットじゃない？リミットより加速は強い。あの、最高速度、まあ、0.2 はね、もう誤差みたいなもんだからね。まあまあまあ、なんか良さそうじゃない？安定性がちょっと低いけど。これだね。これが今俺使ってるやつかな。まあ、これと、これ強いからね、普通にこのカート。そしたら、あとは、子供自体と比較してみる。子供自体。はい。あー、操作性がなんかめっちゃマイナスだな。子供自体ってそんな操作性良かったっけ？まあいいや、ちょっと、いつも通りルームで検証してみよう、これは。そしたらまあ、これもやっちゃおっか、SACR。これも最終進化。金地系が3枚っすね。3枚で最終です。カウンターまでだね。いきます。はい、来ました。撃破カウンター付き。はい、まあ一応最終形態はこんな感じっすね。撃破通知とか。まあこういう感じと。まあこれもちょっとね、射撃場で試し撃ちしてみよっか。たまに射撃場暗い時あるよね。はい、まあこんな感じっすね。まあ、黒かっこいいな。真っ黒かっこよくない？意外と。あれ、正気ついてんな。正気いらない。真っ黒かっこいいぞ。割とこのジュースキンは好きかもしんない。まあ、ただエフェクトとかがついてない。これでエフェクトとかついてたらな、全然なんか使ってもよかったな。この見た目は俺すごい好きっすね。真っ黒な感じ。いいね、このスキン。普通にかっこいい。はい。まあ、そしたら、次は、カートの性能検証やっていきますか。鍵ランクと。さあ、じゃあ鍵ランクチェック。どこだ？ああ、ここだね。リミットの1個下だね。まあまあまあ、でもカートに関してはね、そんなに言うほど鍵ランク、あんまり重要じゃないよね。そこまでなんかカートを奪い合うってことあんまないっしょ。まあまあまあ、リミットよりは下って感じで。まあでも全然いいんじゃないですかね、この辺で。よいしょー。はい、じゃあちょっとね、性能チェック。まずはちょっと鍵どんな見た目か見てみよう。お、待って。水の電動車の鍵のデザイン変わってる。かっこよくなってる。はい、で、カートがこれっすね。じゃあ乗ってみましょう。おー、来た。普通にいいよね、これね。じゃあちょっとガソリン入れて性能検証やっていくか。オッケー。じゃあまずは、そうだね、スピードから見ていこうか。なんか割と走り出し良かったな。初速結構いいんじゃないこれ。意外と軽かったよ。スピードが 92?91?90?91 だね。通常で91キロ。加速すると、結構出る。101っすね。通常で91キロ、加速で101っすね。そしたらちょっと山道行ってみようか。その前にちょっとハンドリング見てみる？ちょっとグネグネやってみる？
あーなんかあれね、まあまあまあ減速はするもののハンドリングは割といいんじゃないですか。ちょっと山道性能どうよ。結構重要だからね、カート意外と浮くんだよね。はい、この辺からです。お、なんかいいんじゃない。え、待って、普通に吸い付いてない。え、普通に吸い付いてます。え、ちょっと待って待って、え、性能良くねこれ。吸い付きいい感じがするな。え、ちょっと加速で見てみようか。加速で浮くかどうかだよね。ただなんか今乗ってる感じなんか結構いいんだよな、吸い付きが。さあじゃあ加速してさっきと同じコースをねちょっと走ってみましょう。いやこれいいんじゃない。どうだ、どうですか加速。結構ねこの敵に追いかけられての、おー、いいいいいい。え、全然良くねこれ。なんかその辺のカートよりは全然強いぞ。いいのこれ、無料で、無料でいいっすか。これ普通にいいと思う俺は。まあさすがにね、アスカのカートとかと比べたらあれだけど、まあ無料で考えたらめっちゃいいと思うこのカート。ちょ、もうちょい適当に走ってみたいよね。いやいいと思うよマジで。まあ金車のカート持ってなくて、うん、子供時代使ってますとかなんかそういう人だったらマジで全然これあり。まあ金車のカート持っててもなんか半端な金車のカートよりは全然強いと思うこれ。正直まあスピードは若干落ちるかもしんないけど、性能的な部分でね、ハンドリングもねなんか数値で見るより全然悪くないし、吸い付きもいいしね、まあ、修正が入らないかだけ怖いけど、まあ、もしこのままの性能だったらマジでいいと思う。出発よ。普通にいいっしょ。てかしかもカートだからね、あんまりなんか限らんくそんな気にするような車でもないしね。はい、まあという感じでね、個人的な意見としてはこのカート全然ありだと思います。はい、ということで、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。僕が所属している事務所のウームが10周年みたいで、なんか所属 YouTuber の私物プレゼント企画みたいな感じでね、僕自分のパーカーにサインして提供したんで、もうそろそろ応募始まると思うんで、よかったら欲しい方応募してみてください。